ーボール差し込んでいます。キャッチャーへのファールフライ、サードも出てきました。川瀬に任せます。さあまず課題の立ち上がりですが、相原この先をサードへのファールフライでまずワンアウト、ストライク先行です。速い球、出ませんでした。アウトローフィジー、これも速いボール、合わせるバッティングはセカンドゴロになりました。三森が慎重にさばいてスリーアウト。課題の初回有原、三者凡退の立ち上がりでした。ここを追いかけました。続いてマキドンは三振。ここはゴロになりました。ランナースタート切ってました。ここはベース上げてきましたか。サードゴロ、川瀬一回転して一塁に送りました。繋がらすがっていけるっていう、はい、ここですね。詰まってます。レフトの前には弾みませんでした。どん詰まり、ここは順中にはめた有原です。今度は沈めてきました。ピッチャーゴロになりました。それ決勝のスリーベースをしました。佐藤バット分際ショートゴロ、今宮の見せ場です。抑えました。おお、素晴らしい、外いっぱい、外に曲げてきました。引っ掛けていきました。ショートゴロ、ランナー動けないのオーステップで送る。しかもワンバウンドしっかり抑えました。中村ワンバウンドの捕球ほんと上手ですね。落とす、今度はしっかりベース板の上ワンバウンドさせてきました。有原ノーアウトランナーセカンドを抑え切りました。おっと、見送ればというところを追いかけました。素晴らしい落ち球でした。三振、やっとの三振。ダブル中盤あたりからフォークを相当しだしてますね。正面でした。落とす、まず止まりませんでした。三振9つ目、毎回奪三振が継続してます。頭を動かす、はい、これ打ってきましたがヒットにはできませんでした。これも同じ球でしょうか。当たりの底にはピッチャーゴロ、自らベースを踏んでいきました。そして落としましたがバットの先、中村のミットの中、トスしてベースを踏んでいます。先頭を抑えました。沈めたバットの先、ピッチャーゴロ、ツーアウト。すぐスリーボールから打ち上げました。